お店のシャッターが閉まっています。そして中央の広場、立ち入り禁止になっています。名古屋栄のハロウィーンの聖地ともいわれるオアシス21では、今日施設内にある30すべての店舗を終日休業としています。また地下の銀河の広場では、人が集まるのを防ぐため、すでに中央のスペースへの立ち入りやテーブルなどの使用が禁止されていて、午後6時からはフロア自体も閉鎖されます。ジブリ店に来たので、事故とか、ね、あったんで仕方ないかなと。そう、ランチしようと思ってたんですけど、怪我人出るよりはいいのかなって。オアシス21では昨夜、地上部分に大勢の人が集まり、施設側はハロウィン目的での来場は固くお断りしますとしているほか、警察も警戒を強化する方針です。